ピアティン三重を応援するコーナー、ゴージェピアティン。しかも今日は枠を拡大してお送りします。本当にテレビの向こうのね、サポーターの皆さんがじーっと見ていらっしゃると思います。さあ、そんなじっと見ていただきたい2人の選手、ご紹介いたしましょう。今日スタジオにお越しいただきましたのは、野貝斗駿選手、そして道上隼人選手です。こんばんは。こんばんは。オレンジ眩しいですね。外はちょっとね、曇りがちですが。今日もかっこいいですね。かっこよくなりましたよね。しかもお二人はですね、野貝斗さんまだこのウェアを着て半年ですか。はい、はい、どうですか。いや、かっこいいと思います。おかっこいいと思います、はい、V が入ってるね、はい、そして道上さんは、はい、実は去年お越しいただいてるんですけれども、はい、本当に入団したてという時にお越しいただきました、はい、あの時とだいぶ心境は変わったんじゃないですか。そうですね、うん、もう三重にも少し慣れましたし、うん、ねえ、はい、少しですか。いや、だいぶ慣れましたあのなんかこう謙虚な発言をする方だなっていう私はイメージなんですけども、どうですか野貝斗さん、謙虚な方ですか。そうですね、もうちょっとあの前出てった方がいいと思います。ガツガツ。でもプレーはなんかガツガツ言ってるから大丈夫です。プレーはガツガツね、はい、そう思いました。後ほどたくさん見ていただきたいと思っております、そして野貝斗さんは今半年が経ったと言いましたけれども、長いですか短いですか、どうでしょう。いや、そうです、あっという間でしたね、うん、はい、でもやはりこの三重に帰ってきました、はい、ということですよね。そうですね、通行業のキャプテンでもいらっしゃったわけで今見てる方はおー、あの野貝斗くんかなって思ってる人もいると思います。やはり三重という場所は特別ですか。そうですね、まあ、地元なんで、うん、まあ、住みやすいですし、うん、まあ、高校の時もオレンジだったんで。あ、そうなんですね、縁があるんですね。あるんですかね、はい、というわけで、はい、道上さんちょっとお待ちくださいね。今日はまず先輩の野貝斗さんのコーナーがたっぷりあるんです。はい、今シーズンも本当にチームに欠かせない選手の一人となっています野貝斗選手です。カメラの前で地元三重、そしてビアティン三重の思いを語ってくれました。 VTR どうぞ。三重県から初の J リーグチーム誕生へ、JFL2 年目のシーズンを戦うビアティン三重はここまで19試合を戦い、奪ったゴールは26。試合を重ねるごとに成長し、リーグ7位と躍進するチームの中で、地元三重への思いを胸に戦う選手がいる。ビアティンの守備の要、野貝斗駿の素顔に迫る。加入から半年、まずはここまでのシーズンを振り返って。開幕からこう3連敗した中で、あのよく、まあ、盛り返したというか立て直したなっていう印象が一番強いのと、まあ、でもその中でもこう勝てた試合もあったので、あのもう少し上にも行けたのかなっていう印象があります。今治戦ですかね、あのこう前半早い時間で失点してしまって、で、まあ、追加点っていうので、こう気持ちが落ちる部分があるあった中で、こうみんなの顔色見ててもなんかまだやってやるぞっていう雰囲気があったので、それが本当に結果にも出たのと、今治さんが少し引いて守るようになったので、それをこう自分たちから発信できたのは自信にしてもいいのかなと思います。チームがこうこの半年で成長してきたなと思うところっていうのはどういった部分でしょうか。そうですね、まあ、あの去年のことはちょっと少しわからないですけど、あの、まあ、話聞いた中では、あのこの時期ぐらいから、まあ、後期からあの勝てなくなったっていうのを聞いたので、その中では まずそこはまずクリアできているっていうことと、まあ、全体を通して本当にあの最後まで戦っているなっていう選手が増えてきたので、まあ、その中で結果がついてきたりだとか、まあ、簡単に負けないという、あの負け試合でも引き分けに持っていくだとか、そういう部分が少しずつできている試合が多いので、まあ、そこは本当に成長しているのかなと思います。試合中、野貝斗選手には心がけていることがある。まあ、自分はどちらかというとこう足元がすごい上手かったりだとか、そういうタイプじゃないので、
まず球際だとか、絶対負けたくないっていう気持ちを前面に出したプレー。まあ、それをすることによって、チームが、まあ、僕を見てくれて、少しでも、やったるぞっていう気持ちになってくれれば、多分、おのずと、チームも、戦える、集団になっていくというか、いうのもあるので、まあ、その、戦うプレーを出すのと、やっぱり、あとは、若い選手も多いので、その下を向かせないように、まあ、声かけもしているので、それに対して、こう、ついてきてくれる選手が、増えているので、まあ、そういう面で、おのずと、結果が出ているのかなと思います。ノガイト選手のプレーの原点は高校時代。当時から気持ちを前面に出したプレーでチームを引っ張っていました。10番の中林がボールをキープ、2番の酒井にボールを出す、キープが弾いている、自分でも2番の中シュートを外すに至る、徹底的な場面。津工業高校ではキャプテンを務め、3年生の時にチームを全国高校サッカー選手権へ導きました。その後、四日市大学を卒業し、J2 の FC 岐阜に入団。岐阜では8年間プレーしました。入団当初は同世代が多かったんですけど、個人としてはなかなか試合にも絡めなくて、腐りかけてた部分もあったんですけど、自分の中でこうまく腐らずに頑張っていた部分が、こう8年間という長い部分で、まあ、生きたのかなと思います。昨シーズンは青森のワンラーレ八戸で1年間プレー、そして地元クラブへの入団を決めた強い思いがありました。やっぱり三重県から J リーグを、 J リーグチームを作りたいという気持ちで僕も帰ってきたので、ホーム開幕戦はノガイト選手にとって特別な試合となりました。まあ、昔から知ってる人たちが何か見に来てくれて声かけしてくれてたので、その面に関してはまず帰ってきたなっていう気持ちと、結果が出せなかったので悔しさも大きかったですし、まあ、ここでしっかり結果出してみんなを、まあ、笑顔にできるようにしたいなっていうのは強く感じました。まあ、プレーの面ではやっぱりスピードだったりとか、やっぱりプレーの質、まあ、違う部分はありますけど、まあ、でも印象的には JFL でもすごいレベルの高いチームも何チームもいますし、その中でもこう戦う中で、まあ、自分にとっては新しい発見というか、この中でも自分ができるプレー、できないプレーも出てきますから、その中で、まあ、そうですね、成長できる部分も JFL でもあると思うんで、まあでも第一印象は本当に、思ってた以上に、はい、レベルは高いのかなと思います。まあ、J リーグいたときは、おのずと全体が、レベルの高い選手がいたので、自分がこう発信しない部分でも、こううまく回ってた部分もありましたけど、やっぱ JFL になると、まあ、プロの選手っていうのが、まあ、少なくなってくるので、その部分ではこう、自分がやりたいプレーがうまくできない部分が、ただある中で、まあ、自分でこう発信して、まあ、声かけだったりとか、そのプレーでやることで、なんて、周りがこうついてきてくれたときに、こういうことするとこううまくいくとか、そういう発見がこう多々あったので、そういう面では発見が多いかなと。驚くことに、ノガイト選手を応援しようと、FC 岐阜サポーターがビアティンの試合を見に来るようになり、試合会場はサポーター同士の交流の場となっています。まずは本当にありがたいということ、そのビアティのサポーターの人もこうすごい岐阜のサポーターだからって言って、こうなんていうんですかね、ちょっとこう引いてみることもせず、本当にウェルカムな感じで
やってもらえているんで、基本のサポーターも来やすいですし、1年、2年目ですかね、岐阜に離れても、こうして応援に来てもらえているっていうのが、本当にありがたいことだなっていうのが、最近思いますね。一緒に見える方と応援できて、まあ、これからずっと、どの場所に行ってもまた一緒に応援できるんで、一生の宝です。僕がいた頃は本当にこう勝てない時期がすごい長かったので、そういう苦しい部分も一緒にこう頑張ってきたサポーターと、まあ、自分もいるので、まあ、ビアティンではまあそういう思いも自分もしたくないですし、チームに対してもさせたくないので、まあ、そこは恩返しできればっていう気持ちでも、はい、戦ってます。すごい盛り上げてくれますし、こう応援もすごい迫力があるというか、そういうのも感じているので、まあ、チームというか、まあ、選手にとってすごい力になっているのは確かだと思います。ここまでリーグ18試合に出場し、ディフェンダーながら3ゴールを決めている野賀人選手。得点取ってやるぞっていうか、こう狙える位置にいるので、その面でこう取れたっていうのが、まあ、1点はちょっとね、おまけみたいなもんですけど、2点はセットプレーで、はい、ヘディングで取れているので、そこは本当に久しぶりに自信になってます。3ゴール目を決めた FC 丸安岡崎との一戦は忘れられない試合となりました。26日に第一子の、まあ、娘が生まれたんで、まあ、その中でもこう付き添いしていて、その試合の日も病院から行ってくるわということで、冗談交じりですけど、まあ点取ってゆりかごダンスでもしてくるわっていう感じでフラーっと行ったんですけど、このタイミングでこう点決めれたっていうのは本当に自分にとっても本当嬉しかったですね。なかなかこんなうまいこと行くことも少ないと思うんで、こう何かしらの僕に対してこういい力が出てくれたのかなって、はい、信じてます。岐阜の時代はこう自分で一人でがむしゃらにやってた部分が多かったんですけど、今は本当守るものができたので、その面ではこうより一層頑張らないといけないなっていう気持ちが強く芽生えているので、その分では本当、奥さんも子供もそうですし、本当力になってもらえているなって、はい、感じてます。野賀人選手が思い描く将来の夢とは？まず、そのサッカーができるスタジアムとかができて、そこで毎試合できる、サポーターのみんなが、より一層人数も増えて、大きな声援を送ってくれるっていうのを想像するだけで、もう三重県の将来もすごい楽しみですし、サッカー好きの個人としてもすごいワクワクするようなことなので、もう1年でも早くこうそうなってほしいなっていう気持ちが一番強いです。やっぱり三重県から J リーグを J リーグチームを作りたいっていう気持ちで僕も帰ってきたので、まあ、そこを目指してまだこう J 参入のライセンスはまだ取れてないですけど、まあ、それを取るためには、まあ、僕らが本当結果出して上位にずっといれば、このぞ多分三重県全土がこれは動かないとダメなっていうのをこう感じてくれると思うんで、まあ、まずは僕らが結果を出す、でサポートのみんながどんどん盛り上がってくれて、観客もどんどん増えてくれれば本当にいい方向に進むと思うので、それに向かって、はい、ギアティン三重として、まあ、チームもそうですし、サポーター全員で進んでいきたいなって思ってます。いやー、素敵な選手が来ましたね、ギアティン三重にと思いましたよ。ご自身は相当恥ずかしそうでしたけどね。いやちょっと長かった。いやでも加藤先生、今の言葉、はい、本当に三重に初の J リーグをっていう思いを本当に持ってくださってるっていうのも分かるし、いかがですか？本当選手の中の
ニューリーダーが来たという感じで、あの若い選手を引っ張っていってくれるんじゃないかなと思いますし、うん、なんか将来的にはねヘッドコーチっていう感じがしますが、ね、やはりその J リーグでもいろんなことを見てきたという感じですね。道枝さんにちょっと先に感想を聞いてみましょう。どうですか、先輩のこのお言葉など聞いて。喋るのがうまかったですね。あのまず道枝さんは大阪のご出身なので、はい、そのノガイトさんの高校の姿をもちろんね、はい、ほとんどご覧になったことがないと思うんですけども、キャプテンでしかも強豪校を破ってですよ、全国に連れてった人なんですよ、はい、ね、それ改めてどうですかノガイトさん。いや本当に頼しい選手がでしょ入団してくれたなと思います。いやいやいや、今良かったですね、はい、そして野上さん自身はやはりその高校の映像なども見て、はい、でご自身どうなんでしょう。いや時代を感じましたね、はい、でも本当同じオレンジでしたね、はい、すごい似てるんですよ、うん、はい、ね、でまあ、今のあのチームの皆さん、高校の時のチームの皆さんですとか、まあ、監督とかなんかお目にかかる機会はあるんですか。そうですね、監督は、はい、よく試合会場に、はい、来てもらって。そうですか、藤田監督。そうです、ね、え、こういうのもなんかやっぱり監督もきっと喜んでらっしゃいますよ ね、 うすね、うん、あの監督が本当に津工業をね強くしたんですもんね。もうよく知ってますけど、はい、はい、まあでも全国ね今甲子園の話題もありますけども、やっぱりそういったことも原動力で今こうして岐阜も行って八戸も行って三重に帰ってきたっていうのがやっぱりご自身のこうある意味運命というか、どうでしょうね。そうですね、うん、まあ運命って どうかわかんないですけど、まあでも本当にこのタイミングであの帰ってきたのがまあ一番のベストだったのかなと思って、はい、うん、はい、さらにプライベートでは女の子が、はい、かわいいですか。はい、めちゃめちゃかわいいです。いいなこういうので、本当にゆりかごダンスやってくるからって言ったら、はい、本当にできたっていうのはちょっとこれはある意味ね、本当に奥さん知らなくて、うん、あんまりサッカーのこと知らなかったんですけど、ゆりかごダンスしてくるわって言った時に、うん、何それって感じだったんで、お子さんのゆりかごかと思ったのかな、ね、知らなくて、であのまあなんか動画を見してこういうのするんだよって言って教えたりとか、うん、絶対してきてよって言って、うん、じゃあ、まあ、誰かが点取ったら、うん、あそうだよね。そうです。だからね、もう、そう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 、チャンス少ないもんね。はい、してもらうわ。手にしたら。ちゃんとボール来てヘディングできたってすごい。はい。うまくできてますね。チームがみんなでこうして、なんかね、そのお祝いもできたなんていうのは、本当に選手冥利にもつくし、お父さん冥利にもつきますよね。はい、うまいこといきましたね。本当に。本当ですね。道枝さんもこういうのは、ちょっと羨ましいんじゃないですか。そうですね。おい。いや独身なんですよね。いや一応、ああ失礼しました、失礼しました。お子さんもいらっしゃるんですか。いやいないです。あ、じゃあこれからってことですね。これからです。はい、わかりました。ということで本当に公私ともにお幸せなのが江戸さんにまずは注目していろいろお話を伺ってまいりました。さあ後半もまた OJ ミヤコに引き続きお送りしていきます。ワークドキゴージャスビアティーン、今日のお二人の選手は野外俊俊選手、そして道上隼人選手です。さて前半はですね、もうたっぷりインタビューもお聞きいただきまして、もう野外とファンはたまらないと、きっとお嬢さんもね、はい、いつかこのビデオを見てくれるでしょうと。見せます。見せます。はい。それでは道上さん、ちょっとお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、まあまずは、ファーストステージ後半から試合の出場機会増えてきたなという感じですが、いかがですか。そうですね、スタメンで出る機会っていうのは、まあ、そんな多くはないんですけど、途中出場が多くて、まあ、流れを変えないといけない状況が多いので、まあ、チームのために頑張ってます。でも6月24日そして7月1日こちらスタメンの出場になったということです。やはりスタメンとなると本当に気持ちは違うんですかね。そうですね、できるだけでもあんまり気負わないようにはしてますね。いつも通りっていう感じで、うん、いつも通りで、はい、はい、まあ、なんか冷静なね道上選手っていう感じなんですが、あの改めて先輩から見るとどんなプレーぶりでしょう。そうですね、意外にあのプレーガツガツしてるんで、あ、来たあの心配ですね。心配怪我をしないか、
というのもね、怪我でやはり出られなかった時期もあるわけですが、今もね、プレーぶり見るとガツガツしてますね、道上さん。うん、まあそうですかね。でも怪我をして試合に出られなかった時期というのも、まあ、今までのサッカー人生と結構あるんですかね。そうですね、うん、まあ、すごい昔から怪我が多かったので、まあ、そういうことは多かったですね。でもその度にこう乗り越えるこう心と、やはりその体のケアっていうのを乗り越えてるわけですよね、はい、そうですね、まあ、でも大怪我っていうのは、すっごい大怪我っていうのはあんまりなかったんで、まあ、ちょっと大きめの怪我をちょいちょいやったみたいな感じの。強化させてもやっぱりね、それは怪我しない方がいいに決まってますけれども、でも怪我なしっていうわけにいかないし、うん、今あの道上選手が言ったように、うん、あの何も怪我せずにあのこう平気で何も分かってなくてすると突然大きな怪我しちゃうんで、まあ、ある意味ちょっと怪我に慣れてるっていうのは知らないかもですね。だからもうガツガツって怖くないというか。そうですね、ね、はい、あるかもしれませんね。でも野上さんはそんな本当に大きな怪我もなくですよね。そうですね、僕もちょこちょこはありましたけど、うん、そこまで大きな怪我はなく、はい、なんとかやっててますね、はい。そして道上さん、やはりこうゴールを早く決めてほしいなと、はい、もうそろそろお届けします。お届けします。野上選手みたいにね、やっぱりちょっとこうお子さんができたりするといいかもしれないですね。あ、いいですね。なんか違う力がね、違う力がいいですよね。はい、野上さんも3つ決めてますのでね、はい、もう僕はお腹いっぱいですよ。いやいやいや。え、別にいいですよ。まあね、野上選手も決めてもらって構わない。いつでも言っていただきたいと思っています。さて、今後のホームゲームの情報をちょっとここでお伝えしましょう。今月26日日曜日、セカンドステージ第5節が行われます。レゲバジャーロ宮崎と東院町陸上競技場で対戦です。キックオフは午後3時です。来月になりますと、9月ですね、9日日曜日、宮崎県のホンダロック SC と9月23日日曜日は昨シーズンのチャンピオンホンダ FC と対戦をします。9月の2試合、四日市市中央緑地陸上競技場で行われます。キックオフは13時です。ぜひみんなで応援行きましょうね。道上選手のゴールを見ましょう、はい。さあ、それではお二人からサポーターの皆さんへメッセージをお願いいたします。ではまず野上選手お願いします、はい。まだまだ試合が続くので、ぜひ熱い応援をしに、現地まで足を運んでください。絶対勝ちますんで、はい、はい。それでは道上選手お願いします。まあ、残り11試合、まあ、僕たちも全力で戦うので、サポーターの皆さんも全力で応援していただいて、最後は一緒に笑えるように頑張っていきたいと思うんで、応援よろしくお願いします。はい、なんかいいですね、本当に。なんかこう道上さんのこのとつとつとした喋り方の中で何かガッツがこもってるように思いましたけれどもね。でもこれ野口さんは7位ということなんですが、はい、これについてはどうですか。そうですね、うん、悪くはないと思いますけど、うん、もう少し上にも行けたかなっていう、うん、はい、状況。出だしのね、勝てるような試合を落とした、はい、でもそこからよくね、本当にインタビューのところに行って、そうですね、もう前半苦しかったけど、今年の方がな気持ちはいいもん。あ、本当ですか。最後にこう尻つぼみようにやっぱりこうぐっとこういってくる、ね、そうですね、どん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 今ね調子が上がってるというふうに思います。いい、さて、お二人には番組の最後にもまだご登場いただける時間がありますので、ぜひお二人に応援メッセージ、質問などね、なんか一平さんに何かいろいろ言わせたいなと思った方もあると思いますので、こちらまでお寄せください。お待ちしております。まずはゴージェビアティンのコーナー、二人どうもありがとうございました。陽子さんはですね、実はマッチョ好きと知られているんですけれども、スタジオに素敵なマッチョなお二人がいらっしゃるので、特別にお時間をあげましょう。嬉しいです。嬉しい。絶対重くない。重くない。なんか質問ありますか。サッカー選手、すごい皆さんすごい肉体美なんですけど、こうトレーニングするときにここを重点的に鍛えるみたいなのはあるんですか。おお、どうですか。じゃあ野上さん、僕はもう筋トレとか大嫌いなんで。大嫌いなんですか。はい、これは今
気痩せしてる感じで、あんまりいい体じゃないです。本当ですか？道枝さんは？僕もあんまりその筋トレするタイプじゃないんで、そんなにムキムキじゃない。もうこの質問やめてきましょう。びっくりしましたね、加藤ですよね。加藤選手でもやってんじゃないか。いや、僕はやってないよ。とんでもない。じゃあ、ヨコさん、もう一問何かあります？あ、じゃあ、あの野賀糸選手、娘さんが生まれてこう幸せいっぱいだと思うんですけど、娘さんもちろん可愛くて大好きだと思うんですけど、奥さんの大好きなところ一つ教えてください。おー、来た！前もそんな質問。いやー、そうですね。あ、じゃあ2つ目。いいって。いいですか？はい、とりあえずどうぞ。いや、もうとりあえず、まず可愛いところと、はい。それちょっと道上選手にも聞かないといけない。そうね、うん、じゃあ道上選手、はい、全部ですね。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまでした。はい、また次回も同じ質問しましょうね、これ毎回ね。そうですね、楽しみにしてます。ありがとうございました。お母さんウェザーニュースでした。スタジオ野賀糸さん、そして道枝さんいらっしゃってますので、ちょっと皆様からの質問などをご紹介をしてまいりますね。はい、まずはいきなりいっちゃおうかな。はい、藤巻さんから来ました。ため息つきましたよ、今の感じだ。あって、ため息つきましたよ。こんばんは、ビアティン三重の藤巻です。改めて、野賀糸選手がビアティンに来てくれて本当に頼もしいです。今後も2人でコーナーキックで量産しましょう。そして僕は、道上選手ともゆりかごダンスをしたいのですが、どうですか？頑張ります。はい。そしてどんぶりさんからの、ご質問をいただきました。お、野賀選手、サッカーを通じて学んだことって何ですか？学んだことですか？はい、いきなりちょっと大きな質問が来ましたね。はい、頼れる野賀さんでも。そうですね、理不尽なことにも屈しず、お、はい、諦めないというか、はい、メンタルが強くなりました。今ね、これいずれにリーダーになる方ですね。はい、そうですね。そして道上さんへは、まだ夏休みの宿題が終わってない子どもたちへ頑張って終われるように何かアドバイスをください。マジでそんなこと。面白い質問ね。はい、頑張りましょう。ご自身はどうですか、宿題は早く終わるタイプ？いや、もう最後追い込まれてましたね。自分もそうだけど、こう立派にね、はい、サッカーやってるよと、はい、なんとかなります。でもね、今の最後は良かった、なんとかなる、なんとかなる。そして新一郎7歳さん、やっと待ちに待ったホームゲーム今週です。長かったなというふうに楽しみにされているそうです。他にも頑張ってください。メールはたくさんいただきました。本当に小田一さん、道枝さんもこの後の活躍お呼びしておりますけれども、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では、このようにおかけ、バイバイ。